どうもー、ミツでございます。今回は国会議員に〇〇ではなく〇〇と言おうっていうことについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、いろんなことは話していくんですけど、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよーって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それじゃあ話をしていくんですけども、まあこれですね、ちょっとページを切り替えていくんですけど、いろいろ。まあこれは、その自民党さんのですね、宮城県支部の、まあその国会議員の方をちょっと紹介してるっていうページなんですけども、まあですね、例えばちょっと有名なところだと、まあ、この元防衛大臣の、まあ、小野寺五典さんですね。まあ何か他の大臣も多分やられたことあると思うんですけども、今現在は多分大臣ではないと思うんですけども、僕もちょっとそこまで調べないで喋ってるんで、まあ、あとはですね、あれ戻んない、まあ秋葉賢也さんですね。今ですね、そのなんか総理秘書官かなんかをやられてるそうなんですけども、まあこの方とか、まああとはですね、まあ僕はちょっと申し訳ないんですけど、まあ顔と名前くらいしかですね、ちょっと存じ上げないんですけども、まあこの西村明宏さんっていう方が、このですね、まあ宮城支部っていうんですか、宮城県支部の、まあ会長さんをやられてるそうなんですよ。それで、まあちょっとですね。まああと和田政宗さんとかなんか有名ですかね。元 NHK アナウンサーですかね。まあこの方とかですね。まあちょっと自民党の方ばっかりだとちょっと偏っちゃうんで、ですね、立憲民主党の方もちょっと紹介すると、まあ石垣のりこさんですね。最近当選した。まだですね、おそらく当選してから、まあ1年経ってないんじゃないかなっていうふうには思うんですけども、まあ、立憲民主党だと、まあ、石垣のりこ参議院議員っていうことで、まあ、仕事をされてるんですけども、ですね、ちょっとこの自民党の方が、まあ、議員多いんで、ちょっと一応こっちに戻りますと、僕ですね、最近、宮城県の村井知事っていう方の話をちょっと聞く機会があったんですよ。で、まあ、村井知事ってちょっとちらっと見えてましたけども、まあ、こんな感じの方ですね。なんかですね、なんか陸上自衛官とかってなっても、まあもともと自衛隊の方のようなんですよ。まあそこから、まあその政治家の方に転身して、まあその宮城県知事も3期なのかな。だから、あ、もうでもあれか、13期ってなってるから4期目なんですかね。まあもう宮城県知事が、まあ、長いっていう方なんですよ。で、僕ですね、ちょっとこの村井知事の話を聞いて、まあですね、やっぱ元自衛官なんで、すごく元気いいんですよ。あ、こんにちはとか言って。なかなかですね、政治家で、まあ、あそこまで元気のいい挨拶する方って、なかなかいないんじゃないかなっていうぐらい、やっぱりですね、まあ、元気があって、この何て言うかな、そのパワーがあるというか、そういう感じはしたんですね。ただですね、そのまあ、村井知事のお話が終わって、そのまあ、帰られる時に、まあ、取り巻きって言ったら失礼かもしれないですけど、その周りにこういっぱいいるわけですよ。それで、例えばですね、僕がこうその帰るときに、知事って言って、知事すいません、私はこれこれこういうものです、その宮城県に対してちょっとこういうことを言いたいんですとか、まあそういうのって言える雰囲気じゃないじゃないですか。だからですね、まあそこでですね、その村井さんとかって声かけたら、お前何者だって話じゃないですか。だから、まあ、結局ですね、国民っていうのは、例えばですね、テレビとか YouTube を見て文句は言えても、なかなかですね、まあ、その実際に、その政治家が目の前にいても、まあ、その周りにいっぱい人がいるとか、まあ、そういう、なんていうのかな、こう圧迫感があるから、なかなかですね、この自分の意見って普通にこう言う機会ってまあないじゃないですか。まあそういった時にですね、基本的にこの人間ってどんどんですね、偉くなってくると、権力を持ってくると、別に下の人の意見ってあまり聞かなくても困らなくなるじゃないですか。
まあ、例えばですね、政治家であれば、まあ、ある程度その票が取れる、なんていうかな、その支持母体というか、まあ、そういう団体の支持をきちっと取り付けてれば、まあ、そっちの方が大きいじゃないですか。まあ、不動票もね、確かに心配ではありますけども、投票してくれるのかしてくれないのかっていう人たちよりも、確実にですね、高い確率で投票してくれる方たちっていうのをきちっと抑えてた方が、まあ、いいっていうのはあるんで、やっぱりですね、その立場が上になればなるほど、その共感能力ですね、その人の気持ちを分かる能力っていうのは、まあ、低下していくって言われてるそうなんです。それでですね、まあ、僕が思うのが、今ですね、最近はもうある程度、もうだいぶ前に言って、まあ、定着しなかったんだと思うんですけども、ですね、管理職の方とかをさん付けで言うのって、なんかわーって広がったじゃないですか。でもまあ、僕の感覚では、なんかその、社長さんとかですね、なんかその部長さんとか支店長さんをこう、入ったばっかりの新人がなんかさん付けで呼んでるとか、あんまりまあそういうのって、僕はですね、その、普通に生活してては見ることっていうのはないんですけども、まあ、ただですね、そういうことをやろうって言っても、上の人がですね、率先してやらないと、そういうのって広まらないじゃないですか。だから、僕もですね、偉そうなことを言ってても、まあ、こういう方たちですね、まあ、村井知事とか、ですね、この辺、まあ、例えば、小野寺いつのり、元大臣とかですね、まあ、あと石垣のりこさんとか、まあ、こういう方をですね、まあ、目の前にすると、なかなかですね、そのさん付けで言うって、まあ、現実的に難しいじゃないですか。その、まあ、大阪のおばちゃんみたいなのがですね、そのなんか村井さんとかね、小野寺さんとか石垣さんとか、まあ、そういうことっていうのは言えるかもしれないですけど、だからですね、そのまあ政治家の方からですね、先生じゃなくて我々のことはさんと言ってくださいと、まあ、こういうのをですね、ちょっと広めていったらまたちょっと変わるんじゃないかなっていうような話でした。今回はそんな感じになりますので、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。